はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。本日はですね、新発売の WFC700N、 こちらのヘッドホンのですね、ワイヤレスイヤホンの、ノイズキャンセリングの性能をちょっと試してみようかなと思います。1万円台で出てきた、今までで一番安いソニーさんのノイズキャンセリングイヤホンになるんですけども、まあお客様からそうなって、1万円で大丈夫なのかな、ノイズキャンセリングよりどうというふうな声をいろいろいただいております。これはこのモデルは、マイクが1つで、これ上の、リンクバッズ S や WF1000XM4 などはデュアルマイクになっているので、片側につき2つのマイクを積んでいるんですが、これはシングルマイクになっています。なのでノイズキャンセリングの性能自体はやはりリンクバッズ S や WF1000XM4 よりは劣るんですけども、それでも今まで発売されていた WFC500、こちらと比べればノイズキャンセリング性能がついている分だけ断然やはり、ノイズに強いモデルということになります。それをですね、実際にこちらのマネキンを使って今日は比較視聴してみたいなと思います。ちなみにこれ、発泡スチロールの単なるマネキンに見えますが、この耳の中に、マイクを仕込んであります。で、ただマイクを仕込むだけだとですね、発泡スチロールってなかなか音を遮断してくれないというか、かなり反響するので、一回実験してみたら全然効果がなくてですね、結果どうしたのかというと、こうやって開けてみると分かるんですが、中に粘土を埋め込んで、でさらにその中に、マイクをこうやってこっち側の方かな、耳の中に、仕込んであります。これをやらないとやはり音が周りから全部入ってきてしまうので、こういった形で遮音して、マイクを取り付けています。この音を、カメラの方につないで録音してみたいと思います。では今から試してみようと思います。はい、では YouTube で音を、飛行機の中の音を出しながら、それを AV アンプでボリューム 40% ぐらい、結構大きな音で今流しています。それを、今マネキンの耳の穴から直接聞いているような音量がこれなんですけども、ここに、本をですね、イヤホンを挿してみようと思います。まず一番最初は WFC500、 ノイズキャンセリング機能のついていないものですね、これはめてみようと思います。WFC700N 新発売のイヤホン、こちらを試してみます。あ、これは外音取り込み、これはノイズキャンセリングです。これがノイズキャンセリングです。続いて、リンクバッズ S です。最後に WF1000XM4 ですね、こちらはめてみます。これが最強ノイズキャンセリングの効果です。やはりちょっと違いがありますね。はい、じゃあ続いてはせっかくなので、音楽再生も試してみようと思います。まず最初にWFC500、 はい、続いて WFC700N です。はい、では続いてはリンクバッズ S です。最後 WF1000XM4 です。以上 WFC700N のノイズキャンセリング比較でした。